え昨日出した動画に結構反響があったんで、ちょっと見ていきます。まあ、ちなみにまあ内容は、まあ、深夜チューブがないことによって、まあ、深夜地上活動がわかんなくなってしまった、追いかけにくくなってしまったということで、まあ、共感してくれる人も結構いたんですよね。でまあ、えゆっくりライムがえ、このままだと罪だから弁護士雇って YouTube のバンの解除を交渉するしかないですね。いや弁護士雇ってもダメなものはダメでしょう。 問題を雇ええるるほどの金が払えるかって話だよまあリスナーからねそのお金集めてまでまあ何なら弁護士を雇って YouTube の番会場交渉するしかいや弁護士の力がこれプラスに働かないでしょダメなものはダメって終わると思うんですけどまあそんだけねまあ金払ってでも YouTube 戻ってきてほしいっていう声があったってことですよ。 初めてなんかコメントくれた人かなこの人。やっぱり YouTube を失ったのはデカすぎる。結局新しいプラットフォームができても、YouTube が一番馴染んでるし見やすいんだよな。そうそう。僕らの生活にね、あの動画を見るサイトっていうのは YouTube だけだもんね。あのフわッチとかさ、ツイキャスだとかそういうのアプリをさ、インストールしてる人はさ、すごいマニアに近い感じだよね。Twitch、えー、や、えー、TikTok、まあ。TikTok はまあ、YouTube とね、同じぐらい、まあ、メジャーなものではあるよね。 えこれまで通り過激はできなくなるし、えー、過激ができないことって話題にならないし、何より今の収入源の TikTok までバンになったら人生マージでつむし、心配してるんだね。今更就活とかちゅうのはできなそうだしってことなんですけど、で、ここでね、今気になったのが、あの過激なことがね、YouTube 以上に TikTok ができないってことなんだよね。だから YouTube の,の禁止ルールと、 TikTok の禁止ルールが、ま、似て異なるってことなんですね。で、今回さ、あの、20日から25日に、本来ならね、YouTube 収益が入ってくるはずなんですよ。先月、一月分の。で、それが、まあ、ま、おそらくね、30万、40万、50万だったと思うのよ。でも、それが、入ってこないわけじゃん。ってなったら、またあの、月末にさ、あの、支払いが足りない足りないって、 ま、ツイートでアピールするわけじゃん。で、今まではね、その、金がない、だから、あの、支援してくれっていうのを YouTube で言えたわけじゃん。まあ、それもある意味ネタにできたわけじゃん。でも TikTok でさ、それが言えるかって言ったら謎なんだよね。TikTok のなんかね、アルコールが映っちゃいけないとか、タバコが映っちゃいけないとかあるから、金くれ金くれなんて言ったらね、あの、バンになるかもしれないしね。だからそれをね、ネタにすらもできなくなったら、結構きついよねって思うんですよね。 就活はまあ無理だよね。まあ、バイトも多分無理だと思うんですよね。YouTube に過激なことは全く必要ない。えー、過激なこと以外でも話題になるように頑張ればよかったの。<laughs> 今更って感じだけどね。YouTube がなくなってまあ深夜中活動が終えなくなったことに関してすごくわかります。やっぱ YouTube が一番深夜中の配信見やすいんですよ。TikTok はアーカイブ見れないし、結構厳しい感じにはなってます。ってことなんだよね。で、俺がさ、 一番良かったのがさ、YouTube で、まあ、深夜チューブつけるじゃん、まあ、夜中のさ、12時とかに。でさ、やってるって思うわけよ。そしたらさ、1時間前に始まっていたら、その、俺はね、その頭から見るわけよ。それで未倍速とかで見てで、今のリアルに追いつくわけよ。あ、今のな生に追いついたってなるわけ。そ追いかけてみんのが、そのタイムリーでね、見んのが好きだったんだよね。 それがもうできなくなったし、あとまあ深夜中自身も言っていたけどさ、YouTube はあのその時はね、閲覧とか少なくても、後からまあじわじわ伸びてさ、まあ、満載生とか言ったりするのがいいよねって言っていたわけよ。だからヘズマ流に対してのさ、あの反論動画ね、結婚式のやつ、3万言ってたからね。でヘズマの方はさ、TikTok でしかさ、まあ、ブーブー言えなかったわけじゃん。それをあのしっかりさ、あのアーカイブ、形として残る。 YouTube でね、動画としてヘスマンへのさ反撃をしたっていうのは、まあ、配信者としてはいいことだよね。それでさ、じわじわ再生されてさ、広がっていくし、まあ、向こうはそれできないから、ある意味ね、YouTube で反発するっていうのがマウントでもあったしね、でも結局ね、ヘスマンと同じになっちゃったってことなんですよね。最近は TikTok の収益がメインだそうだし、生活には困ってないかと、いや、わかんない,いやつがってるかもしんないじゃん。 YouTube はかってるって前から愚痴ってましたし、TikTok の,あの側近がでかいんじゃないただ世間の話題を集めるにはやっぱ YouTube ライブが一番でしたね。そうそうそう。YouTube もさあの、最近は満再生とか当たり前のように言ってたし、結構あの人が出てくれば出てくるほどさ、なんかバイバイゲームじゃないけどさあの、再生数とかも増えてたよ。ってことでね、あと今年のね、あのクリーパーとかもうやれないのかね TikTok であるクリパとかってなんかおかしいよね。やっぱああいうのはさ、よいが祝賀会とかさ、クリパとかさ、やっぱ YouTube でやってさ、残すべきだよね。その時だってリアルタイムでしか見れないなんかパーティー生配信とかってやっぱ弱いよねって思うんだよね。で、まぁ、あ、こんな時はね、まぁ、あ、その場しのぎでもいいから、まあ人に頼るしかないよねってまあ僕は思うんですよ。で 炎上系 YouTuber、新野町の、えー、まな弟子、えー、自称弟子、赤津ですってことで、赤津チャンネル、一応これ、なんとかね、この活動してるからね。まあメインがこれかわかんないけど、だからさ、まあ簡単に言うと、赤ずちゃんの YouTube チャンネルに出ようよってもんだよね。別に人のチャンネルでもいいじゃんってもの。で、その時に、まあ、新やっちょ自身は TikTok で撮ればいいじゃん。で、こういうさ、YouTuber とコラボして、 やればあの深夜帳が YouTube に出る生配信するってことでさ話題にもなるしまあ TikTok とね同時配信が今一番なんか懸明というか盛り上がって強いんじゃないのかなっておこの感じ懐かしいってなるしさそれでさあれだよね生配信の YouTube の方がさ深夜帳が映ったことによって YouTube がさあの起点を聞かせてさ 生配信バンにしたらちょっと面白いよね。それはそれでね。もうあのね、新野鳥っていうさ、生き物をさ、AI がね、しっかりカットしてくれたら、<laughs> え、そこまで YouTube もうダメなんだって、多分ね、大丈夫だと思うんだよね。まあ、なんとなくね、俺は思う。だから、YouTube をやっぱ、生配信やってほしいなって思うんですよ。赤かずチャンネルでってことです。あともう一人ね、新野鳥さんとゆかりの深い人で、YouTube やってる人誰かなって思ったら、この方だよね。 3,808人、トゥーワークプリンスアあさみちゃん。え、今、日本にいねえのか、この子は。ね、あ、新町は残ってるじゃんね。だからまあ、できるね、これね。だから、あさみチャンネルか、カズチャンネルで、YouTube 久しぶりにやるよってね、Twitter とかなんかで告知すれば、バーってさ、みんな集まってくるよ。別にね、そこで、あの、TikTok ライブも自分のやつつけちゃえばさ、別に、シェアすればいいじゃんって、リスナーをね、 ってことで、でもそれがね <laughs>、あまりにもこの、すのましのぎすぎるから、あと俺が考えたのはね、その、深夜っちょさんの、この、寮母さんみたいな人っているじゃん。なんならさ、その人のアカウントで、人のアカウントで勝手にこの YouTube さ、やっちゃえばいいじゃん、とも思うんだよね。ちょっと、荒技かもしんないけどさ、その人のスマホを、ま借りてさ、ま借りてっていうかさ、じゃあその人はなんか、うまい方向でさ、 Google アカウント渡した上で、まあ、YouTube とかできないかもしれないけど普通に生活できるようにして人のアカウントでなんかね乗っ取りでそのやっちゃえばいいんじゃないのだからその収益の振り込み先とかは自分じゃなくてさ人のだから YouTuber じゃないその寮母さんのアカウントをスマホでそれをそのまま拝借して自分のものかのようにして。 受け取り人収益はその寮母さんでなんかうまくさそこ知恵を使ってなんかねくぐり抜けてなんとしてでもねこのやっぱ YouTube にねその戻ってくるってことをやっぱ考えてほしいなと思うんだよね元はさ YouTuber じゃなかったわけじゃんまあ細かいことは知んないけどさその時その時のトレンドのコンテンツでまあ深夜ちょってずっと生きてきたと思うんだよねで今 トレンドがやっぱ YouTube だからねか、まあ、TikTok かでもやっぱ YouTube の良さっていうのはさその TikTok にはない良さがあるからさってことなんですよねまあこんぐらいしか言えないですけど、まあ、今回ちょっとまとめてみましたどうもありがとうございました